どうもドライトです。今回からですね、また新しくやります Wii U 版マインクラフトのサバイバルモードです。その前にですね、前回前々回の動画でのテキストチャットについてのちょっと訂正がございます。こちらをご覧ください。はい、ではですね、まずこちらでございます。この羽ペンと本ですね、こちらの署名するときにですね、ちょっと今画面ではテレビ画面ではちょっと見れないんですけど、Wii U のゲームパッドではこちら、まあ右下あたりに出しますけど、これの左下あたりに切り替えというのがありますので、これを押すとですね、手書きっていうのがあるんですね。その手書きのボタンを押すと、このように自分で手書きで打てるんですよ。で、そこで漢字っていうのがあるんですね。漢字のボタンを押して、まあ、漢字の字を出します。で、今回は木を出しました。で、この木を打つと、木が出てくるわけですよ。漢字ができないって言ってしまったんですけど、手書きですると漢字は出てきます。ちょっとびっくりしました、これには。キーボードでは漢字は出なかったんですけど、手書きでやると漢字が出るという、ね、不思議な現象起きてます。まあ、こうやって、まあ、文字を打っていきます。はい。では、こんな感じにしました。で、これを OK するとですね、はい、出てきました。漢字でね、出てきました。これで漢字が使えるってのは分かったんですよ。手書きがあるとは思わなかった。手書きで漢字が出るとは思いませんでしたけど、まさか出てしまいました。すいません。一応これで漢字が使えます。ただしですね、これですね、ちょっとまた問題がありまして、プロコントローラーを使ってしまうとゲームパッドが使えないんですよ。その時はなぜか漢字が使えないっていうんです。それちょっと見ましょうか。次はプロコントローラーでやってみます。はい、では続いて今は Wii U のプロコントローラーでやっております。プロコントローラーで打つと、まあ、画面に今度は出てくるんですよね。それで切り替えを押してみますと、手書きのところがなくなってしまうんですよ。なので漢字が使えないということです。こういうことですね。マジか、クラシックコントローラーだと使えないという、あ、プロコントローラーか、 Wii U のプロコントローラーでは手書きが使えないので漢字は使えません。残念です。で、これで以上でございます。訂正でございます。漢字は使えますが、ゲームパッドでしか使えないということです。はい、以上でございます。はい、さあ、それでは Wii U 版のサバイバルモードでやっていきます。もちろんタイトルは穴暮らしのドラエティセカンドシーズンです。さあ、続きでございますね。今度は Wii U 版でやっていきます。で、まず新しい世界を作ります。名前どうしようかな。やっぱり穴暮らしのドラエティでいきましょうか。ドラエティ伸ばしましょうか。はい、OK。穴暮らしのドライティで、サバイバルモードで、今度はハードでいきましょうか。前回はノーマルだったんですけど、PS3 版では。まあ、慣れてきたんで、ハードでいきます。そして、テクスチャーも変えましょうか。パックも。なんかこのリアルがいいな。ナチュラルテクスチャーパックっていうの、世界を自然に見せるソフトな色調と線が特徴のテクスチャーパック。これでいきます。あ、しまった、しまった。一回押して、で、オンラインギャリーもなしにします。来ると困るので。で、前回と一緒にしちゃうと、同じ世界ができちゃうんですよね、確か。なので、ここは、あえてランダムでいきます、今回。で、まあ、これもいらない。これも使わない。これも特に、あんまりいじらない方がいいですね。特権とか必要ないですからね。これでいきますか。やっぱここは普通にしましょう。よし。ってことで、いきます。さあ、今回テクスチャーを変えますので、ある程度変わります。うわー、気になる。村人イケメンかな。お、やっぱちょっと違いますね。何が出るやろう。あー、気になる。同じとこやったらびっくりしますけど。ランダムで一緒って思いますけど、最初はとりあえず木を掘る感じかな。木をいっぱいゲットしといて、お、来ました。おー、雪かいきなり。あ、
竹、いいじゃん。いきなり見っけた。サトウキビやった。やったね。サトウキビゲット。よっしゃ。あ、だいぶ違いますね、やっぱり。テクスチャーが。とりあえず木を取っといて、とりあえず木ですね。うん。わあ、とりあえず村も探さないとね、やっぱ。わあ、どこにあるんやろ。まあ、フィールドは PS3 と一緒なんで、それほどは難しくないと思うんですよね、村人探しは。村人いなかったらどうしようっていう感じですけど。まあまあ、見つかるでしょ。とりあえず穴暮らしのドラエッティなんで穴を作ります。今回はなんかこの辺がいいかな。あ、なんかここが良さそう。あ、どうしよう。もうちょっとなんか元からある穴を探そうかな。あれだったらそこを拠点にしよう。それがいい。いつも通りだね。いつも通り行きましょう。やっぱ綺麗だね、テクスチャーが。やっぱナチュラルにしてるからすごくいい。さ、あとはよし、オッケー。とりあえず拠点をまず見つけよう。どっか穴ないかな。穴探そう。穴を探せ。その前に、そうだ、羊さん買っとこう。いたよ、今さっきいたよね、この辺に。待てよ、その前に剣作っとくか。作業台も結構かっこいいな。お、かっこええ。作業台かっこええ。これで剣を作る。ああ、そうだよね。今回あれですよね。トロフィーがないんですよね。トロフィーっていうか実績。Wii U 版実績ないからな。ちょっと寂しいんですよね。さっきこの辺にいたような気がしたけど。あれ？あ、あっと微妙だ。ダメだな。ここじゃないな。なんかかっこいいんだけどな。あ、いた。いた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 。買っとけ買っとけ。あ、豚だんこれ。豚じゃん。豚さんでした。羊じゃねえ。豚さん。あー、いたいた、羊さん。お前だ。よし。動物探そう。あ、いた。とりあえず、ベッドが欲しい。あー、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。白羊、白羊。はいはいはい。オッケー。これ作れる。クロン買っとこう。どこにしよう。とりあえず近場がいいよな、近場が。近場がいいんですけど、穴暮らしはやっぱり、リスポン地点の近場が一番いいですね。とりあえず、地図どこにあるな。地図をどの辺なのかな、場所的に。あ、真ん中らへんか。真ん中か。大丈夫かな。まあ、なんとかなるでしょう。この辺かな。ここがリスポーン地点なんで。あ、木取っとこう、木取っとこう。苗木取っとこう。あらあら。よし。とりあえず小麦も取っといて、種も取っといて。この辺ないかな。砂漠が近いんだ。結構砂漠の近くに 村があったりしますよね。あっちにあるかもしれんな。もしかしたら。よし。やっぱサトウキビ取っとかねえと。あそこに村があるとして、おお。地図も広げといて。穴がない。これ作った方がいいな、穴を。仕方ない。穴作るか。ってことで、やっぱ最初のとこですね。ここにしましょう。このかっこいい入江っぽいとこから、ここですね。ここに穴を作ってやりましょう。よっしゃ、いきます。穴暮らしのドラエッティセカンドシーズン、始めなすよ。ってことで、まず、ツルハシと、めちゃめちゃかっこいい。ツルハシかっこいいじゃん。まずは、ベッド、あ、ベッドも作っとこう、ついでに。あ、いけるいけるいけた。ベッド。よし。おー、作れた、いきなり。
入り口はなんかここかっこいいから、ここから行こうか。ここから高さはどんどん下に掘っていくか、穴なんで。おお、これ石だよね。これ丸石、普通の石かだよね、多分これ丸石だから。ちょっと違う、石がなんかかっこよくなったな。ツルツルじゃないね。どうしよう、深さがそれほど深くない方がいいね。穴暮らしやったらすぐ出れる感じがいいから、これぐらいましょうか。ここの高さにして、あとは広げる感じでいきましょう。こだわり、こだわりあるよ俺、めちゃめちゃこだわってますよ。で、あ、やっぱこんな感じかな。よし、やっぱね、ここもね広げたいわけよ、こんな風に。よし、おお、いいじゃんいいじゃん。あー、でもやっぱな、やっぱりこんな感じかな。おお、いいんじゃない。で、あ、ここもやっぱりちょっと一段開けとこう、ちょっと狭すぎるな。よし、ベッドルームを作らなきゃな。わあ、どうしよう、悩むな、穴作りが。多分こっち行くと危ないんだろうな、きっと。気をつけないと水が入ってきそうで怖いんだよな、ここがあるから。あまり左にやっちゃうと、水が流れてくるとこに来るのか。うわぁ、楽しい。楽しいな、これ。よし、こんな感じですかね。とりあえずこの広さで最初はやっていきましょうか。ってことで、完成しましょうか。中途半端ですけど。はい。で、これが丸石なんですよね、この色が。これが丸石で、これが普通の石。ちょっと分かりづらいですよね、やっぱり。まあ、でも、まあいいかな。うん。じゃあ持っていこうか、これ。斧がないのね。あったあった。これ使おう。斧使って、花。じゃあ、はい。これと、かまどはこっちで中入れて、どうしようか、ここに置こうか。ちょうどいいや、色的にこっちがいいや。かまどと作業台、よし。じゃあこっからとりあえず穴暮らしのドライティはここからスタートしていくという感じにいきます。はいはい、ではですね、今回はこれで以上となります。まあ最初ですのでこんな感じで進めていきます。で、次からだんだんの動物探索とか村探しとかを進めていきます。で、録画外でもちゃんとね素材集めたりしますんで、そういうとこもちゃんとやっていきます。そして今回から穴暮らしのドライティセカンドシーズンを始めていきます。はい、セカンドシーズンです。PS3 版がファーストシーズンなんで、まあ変えたんで、ね、Wii U に変えたし、テクスチャーも変えたので、新たにセカンドシーズンとして Wii U 版で始めていきます。それではここで終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は走っているドライティをクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。そして穴暮らしのドラエッティのロゴマークをクリックするとこの動画の再生リストへ行きます。携帯、スマートフォン、タブレット端末の方は画面下のチャンネル登録ボタンまたは概要欄のリンクからお願いします。それではまたよろしくお願いします。